Guys, Rakuran Heroes. カジヤの親父に、火炎鉱石とガンダリウム渡しましたって。そして今作ってもらってるんですよ、炎の剣。で、待ってろと、時間かかるんで待っててくれって言われたんで、多分何らかのイベントを起こさないとできないようになってるんでしょ、剣が。三種の神器のうちの一つですからね。 最強防具、武具って言った方がいいよ。神器、そのうちの一つが今手に入ろうとしてるんですけど、やっぱそんな序盤で手に入っちゃダメなんで、なんかイベント起こさないと多分ね、もらえないようになってるんですよ。なので次に進みたいと思って、で今ね、世界の左上にある ピラミッドっていうか砂漠のエリアを今目指してるんですよ。砂漠面をね。でも敵がやたら強いんですよ。まあ例によってガチ強なんで、ネオンドームとか よくわかんないんで出てくるんで、光を放った。呪文が効かなくなった。光を放ったかな。ピカッとこうネオンのように魔法が効かなくなるんですね。彼がね、光り輝くと、光り輝くと魔法が効かなくなるっていう、なんか特殊な光線を出してるのかと。 今村があったぞ。エビルアッシマ宿屋があった。まあちょっとした休憩所みたいなとこなんでしょう、ここは。 そんな意味を持たないって。さあ上に向かって進んでいきますぜ。バイアランコックロチバイアランのゴキブリのやつ、ガン消しにもなってたコックロチバイアラン。 嫌いじゃないですね、これ。ガン消しのやつ。ゼロゴールド。出た。定番のゼロゴールド。謎の。敵倒して金が出ないっていう。バウンドウルフ。 強いな。敵がね強い。またきついな。マリア全体を全回復する魔法か。スコーピオンザクとバウンドウルフ。スコーピオンザクっていたな。 原型ねえじゃんっていうね、そのモビルスーツのザクのほぼ原型なし、なんでもありなんですよ。強っ。80目だった。
ただの物理攻撃で80くらった。すごい。地味に毒攻撃って。つえねえな。強すぎるよ。この山の中に砂漠エリアがあるんだけど、その入り口がなかなかね遠いんですよ。わざと遠くしてるんです。砂漠に入るところが多分反対側まで行かなきゃいけないような気がしたな。わざとそんなね音せんでもいいかなって。そこまでせんでもええかなと言いたいわ。これ完全回復技ねえんだ。イーさんがさデホマラーみたいな感じだったから、単体を完全回復させる魔法がないんだ。そもそも存在してないんだ、その魔法が。ひでえな。もうね、当たり前のように5体とか出てきますからね、相変わらずの。だからこれがね難易度を上げてる要因になってんですよ。敵の数が多いっていう、雑魚戦の戦闘のね長引く原因なんですよ。でエンカウントが異常に高いって。3歩ぐらい5歩とかさ歩いただけで出てくるんだよ。このエンカウントやめるんだったもんだけど、ね、うわすげえ麻痺したよ。しかも無理じゃんこんな。麻痺しやがった。麻痺ったやばくねこれ。バイアランでさ攻撃されて麻痺ストラルじゃん。超やべえよこれ。超やべえよ。どうやって、強引に行くしかないじゃん。もうえげつねえ。は？今3体呼んだぞ1回に。1匹が仲間呼んで3体も増えたんだけど、そういうシステムなのこれ。複数を同時に呼べるのかよ、ドラクエと違って。ひでえ。なんでこんなさ戦闘1回でこんなにさ苦戦すんのよって。これ雑魚戦だからね、言っとくけど雑魚戦ですよ。きつ。目が強い。そこそこ強い魔法ボタン、メガ2って。うわ一歩出てきたよもう。一歩歩いただけでさ、バイアラン元
系わかんねえよ、元のモビルスーツどんなんなのか、バイアランってどんなんだったっけみたいな、ロックローチバイアラン。きついよ、きついよ、助けて、 Help me Help me。 マヒッタ、アムロか今、タンクも麻痺した、やばい、全体攻撃使えねえ、は？なんだよこれ、いや罪じゃんこれ、倒せねえよ絶対、全体技が使えなくなった、バウンドウルフ2体ぐらいでちょうどいいよ、2体でも結構強いな、また大量だよ、大量発生、また出たよ、しかも速い、素早さが、しかも仲間まで呼ぼうとしてる、さらに恐ろしいやつだ、このレベルじゃきついのかな、入り口がねえよ砂漠の、砂漠への入り口、メガが発動すればだいぶ楽に倒せるな、アムロのさ、アムロの素早さ次第だ、戦闘が楽になるかどうか、街があったな今、とりあえず休ませろって感じ、やだやだや、やどうや、ラクロアの兵士が旅館にいる、おお、怖え、ポールアックス、バトル装備は全部あるな、ポールアックス、攻撃力下がってんじゃん若干、なんかあんのかな、多分特殊攻撃がなんかあるんだ、特殊追加攻撃みたいな、攻撃力が落ちるってことは、黄金の洞窟は北に13、東に15、ゴールドキーがないと黄金の洞窟には入れない、ホワイトベースで、お、スレッカー、ピラミッドの中にはツタンの仮面がないと開かない扉がある、でさらにピラミッドでゴールドキーっていうのを取んないと黄金の洞窟には入れない、そういう情報がありましたね、ってことは最初にピラミッドを攻略しなきゃいけないんだ、ツタンの仮面っていうのをまず最初に取って、その後にゴールドキー、黄金の鍵を手に入れると、またサンタ呼んだよ、群れてるよめっちゃ、ヤン
キーと一緒じゃねえか。呼びすぎだよ。ムレムレじゃん。強っ。バイアラン。本格的に敵が厳しいな、この辺りに来たら。で、ピラミッドでゴールドキーか。ウッドゴーレムだって。すげえヤバそうなのが出てきた。超でけえ。一発で死んだ。バツイチで。ゲルグ？デビルゲルグ。強っ。200とか言って。通常でも100くらった。いや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 、なんかしかも強え、守備力も高い、敵の守備力が高い。反則系だろ、こんなさ雑魚キャラがさ強いって。ホームラン系だよ、こんなの。敵が強い。またウッドゴーレムだよ。2匹いるよ。きついな。200？ 2回攻撃したキャノンが。だけどポールアックスだ多分。タンバム、タンバムって多分生き返らせるやつなんで。200くらい打ってさ、一発でさ。スタンの仮面、これで開く扉があるって。モンスターじゃん。パウンドミミック、モンスターだったよ。は？ギル。理由は瞬殺された。アムロ、キャノン、タンク、よし。おっとな、敵強えよ、やけに。一回出るか。え、ゴールドキー、ゴールドキーってやどこにあんの。ついたよ。強い上に錆びつかしてくるよこいつ。厄介じゃん、デビルゲルグ。強い上に錆び攻撃って一番めんどくさいことしてくる。うわ、ナイトも錆びついた。うわ、このダンジョン敵が強い。
すんなり行かない、すんなり行かしてくんないんで、いつもさ、ウッドゴーレム、マッドゴーレムっていうのは元のネタか、サイコゴーレムのさ、サイコガンダムマーク2みたいな感じなんでしょ、これ元ネタが。サイコガンダムじゃん、下手くそにでけえじゃん。そういえばビグザム出てこねえな、ラクロワの勇者にさ、ビグザムっていないね、なんでいねえんだ、あんなモンスターっぽいやつさ、見るからにモンスターみたいな形してんのに、原型からして出てこねえの。整えないとゴールドキーが取れない。